日韓関係が悪化していることを受け、韓国のプロ野球球団はミノルに予定されているトレーニングキャンプと来年の春季キャンプの日程から日本を除外する案を検討しているという。韓国プロ野球チームは毎年、正規シーズンが終わった後にキャンプを行い、2月から3月初めまで春季キャンプ日程を消化する。今シーズンを前に、 1 9団のうち8球団が日本でトレーニングキャンプを行っていた。春季キャンプでは、7球団が沖縄や宮崎でトレーニングを実施した。球団側は、現在、多方面から検討している都市、具体的な競技に入った一部球団は大案を模索中だ。LG ツインズは、日本でのキャンプは行わないという方向で、 ある程度まとまったとし、2度のキャンプをどちらも沖縄で行っている気がタイガースはいくつもの可能性を置いて、検討していると明かした。